今回はサロニアのドライヤーの違いを一挙に比較します。手頃な価格のドライヤーを探している、サロニアのドライヤーで迷っている、高機能モデルとの違いを知りたい、そんな方々に参考になる動画になっています。使用感やノズルの違い、温度変化などを踏まえて詳しく紹介します。まずは共通点を2つ紹介します。1つ目が大風量で乾かせることです。最大風量は一番低いものでも 2.1 立方メートル毎分と大きく、ボリュームのある風で乾かせます。ナノケアアルティメイトやダイソンのドライヤーのような集中的に勢いよく吹く風ではありませんが、その分髪の乱れや絡まり、加熱を抑えながら乾かせます。手ぶししながら使いやすい印象です。2つ目が折りたたみ機能付きでコンパクトに保管できることです。折りたたみ方や折りたたみ状態には若干の違いがありますが、小スペースで保管ができ、持ち運ぶ際にも便利です。手頃な価格で外出先用のドライヤーとして使いやすいです。次にそれぞれのドライヤーについて紹介します。これがグロッシーケアドライヤーです。サロニアの最新ドライヤーで価格とヘアケア性能を両立した仕上がりになっています。モードは4種類で、低温の強風で使えるケアモードも搭載されています。スピーディーイオンドライヤーに比べてマイナスイオンの数が 1.2 倍とパワーアップしています。髪をイオンコーティングして髪の広がりを抑えつつ、まとまり感を高められます。付属のパール髪ノズルは風を分散して加熱を抑えられますが、ノズルなし状態とそれほど大きな違いはない印象です。グロッシーケアドライヤーは吹き出し口を絞った形のセットノズルがないです。他の2つに比べると全体的に低温設計になっている点は事前に押さえておきたいポイントです。また折りたたんだ時の形が独特な点も注意です。ただ今回紹介の中で最も軽い点は魅力の一つです。簡単に吸い込み口のカバーを外して掃除もできます。これがスピーディーイオンドライヤーです。発売から5年以上経過していますが、依然高い人気を誇るドライヤーです。最大の特徴は熱感のある風で乾かせることです。他の2つに比べると吹き出し口がコンパクトで、しっかり熱を伝えやすいです。加熱しやすい面はありますが、一般的なドライヤーに近い感覚で使えます。付属のセットノズルをつければ、よりコンパクトな風で使えて、さらに体感温度を高められます。モードは3種類と少なめですが、1つのスイッチで操作ができ、直感的に使えます。一点注意しておきたいのが、プールの風が緩やかなことです。仕上げなどでよく冷風を使う方はよく確認しておきたいポイントです。よりコンパクトに折りたためること、低価格なことから外出先でも使いやすいです。カラーバリエーションが圧倒的に多い点も大きな魅力です。これがスムースシャインドライヤーです。サロニアの最高価格帯のドライヤーです。今回紹介の中で最も風量が大きいですが、ワイドに乾かせて加熱を抑えられます。さらに温風と冷風が交互で切り替わるグロスモードや、ホットよりも低温風で乾かせるスキンモード搭載で髪や頭皮に優しく乾かせます。今回紹介の中で唯一強弱の切り替えができ、8つの風を使い分けできます。
さらに2種類のノズル付きでノズルの違いも楽しめます。他の2つに比べて風の範囲や勢い、温度の調整範囲が広く、幅広い世代で使いやすい印象です。折りたたみ方は特殊ですが、慣れれば違った使いやすさがあります。吸い込み口には専用スポンジが付いていて、掃除がしやすくなっています。一点注意なのが、今回紹介の中で唯一釣り輪がないことです。保管方法については事前に確認しておきたいポイントです。今回はサロニアのドライヤーの違いを比較しました。全体的にシンプルかつスタイリッシュなデザインで、価格と機能のバランスが良いです。メインのドライヤーとしても、外出先用のサブのドライヤーとしても重宝するはずです。ぜひ参考にしていただけたらと思います。他のドライヤーとの違いを知りたい、購入先を迷っているなどありましたら、気軽にコメントいただけたらと思います。チャンネル登録や評価もお待ちしています。ピチエコでは他にも便利な家電や最新アイテムを紹介しています。ぜひプレゼント選びの参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。